はい、プレボールどうも野球人です。広島ドラ1大考察、年齢やデータで見る足りないポジションはここだということでございまして、今回はですね、広島カープのドラフト1位ですね、まあそちらを、まあ、データを見てですね、しっかりと考察していきたいと思います。まずは野手のデータからしっかりと確認していきましょう。はい、では野手成績ですね、見ていきましょう。ですね、打率から見ていきます。打率は2割5分9厘とリーグ2位の数字です。安打は988、リーグ2、ホームランは96でリーグ5位、打点が404でリーグ5位、盗塁が52でリーグ5位、出塁率3割2分2厘でリーグ2、長打率が3割8分1厘でリーグ5位、オーベースが 0.703 でリーグ5位、ウォーが4位で WRC プラスが92でリーグ4位という成績でございます。全体的にですね、打率は高いんですが、やはり長打力不足っていうのが顕著に出ている打線かなっていうふうには思います。ホームラン数も長打率もやっぱりね、低いということなんで、まあ、今後の課題はここになってくるのかなというふうに思います。はい、なので即戦力であれば長打を打てる選手を欲しいところかなと。で、そして比較的弱いポジションですね、その中でも見つけてきました。はい、こちらですね、ファースト、サード、センターということですね。WRC プラスで見るとファーストが6位、サードが5位、センターが6位という成績です。まあ、センターはですね、比較的に、もう100超えてるんで、他のセンターが優秀っていうのもあるんであれなんですけど、ファーストに関してはですね、数字も結構低いので、やはりですね、補強したいところかなというふうに思います。で、UZR もファースト3位、サード6位、センター4位、特にサードですね、の UZR がかなりマイナスを記録しておりまして、ぶっちぎりでワーストというところなんで、守れるサードというところもですね、一つ補強の焦点なのかなというふうに思います。はい、なのでこの、3つのポジションプラスですね、やっぱり鈴木誠也選手が、まあ、FA、まあ、海外 FA、ないしポスティングで、メジャー挑戦という可能性があるので、そこを踏まえて選手をね、しっかりと取っていきたいかなというふうに思います。では野手はね、ざっとこんな感じでございました。続いて投手見ていきましょう。はい、では投手成績ですね、確認していきましょう。防御率はですね、 3.88 でリーグ5位、先発防御率も 4.12 でリーグ5位ですね。救援防御率、リリーフは 3.45 と比較的優秀でリーグ3位、奪三振が798でリーグ5位、被安打978リーグ5位、四球が382でリーグ4位、失点が476でリーグ5位、投手王がリーグ最下位の6位ですね。 QS 率は優秀です、 54% でリーグ2、 XFIP ですね、球場補正入れた FIP が 4.33 と、こちらもリーグ6位で最下位という成績でございます。はい、で見てみると野手よりはですね、投手の方を補強すべきなんじゃないかなと個人的には思いますね。野手もそんなに良くないんですけれども、それ以上に投手の方がちょっと危険かなというところと、特に先発投手の格差が大きいので、まあ、そこをね、縮めるためにもやっぱ先発が欲しいなと。先発防御率 4.12 に対して QS 率が 54% っていうところで、やっぱり一部の投手がですね、しっかりといいピッチングをしているに対して、ローテーションの後半のピッチャーが試合を作れていないっていうことが分かりますので、先発ピッチャーっていうのは取っていきたいなと。で、そして左右の成績も比較していきましょう。ですね、右ピッチャーだけ見ていくと、27勝で35敗31ホールド24セーブ 672.1 イニング554奪三振258四球被安打649防御率 3.94 という成績です。で、左ピッチャーはと言いますと、17勝24敗34ホールド0セーブ 321.2 イニング244奪三振124四球被安打329防御率 3.81 という成績です。で、まあ、見比べてみるとですね、ほぼ変わらないですね。右も左も同じくらいの成績です。しかも、まあ、どちらも良くないっていうことがわかるかなっていうふうには思いました。ので、まあ、右左へ問わず先発投手をしっかり補強したいなというのがデータからね、見て取れたかなというふうに思います。では続いて年齢ピラミッドですね、どこの、まあ、年齢が空いているのか、そちらもしっかりと見ていきましょう。はい、では年齢ピラミッドですね、こちら見ていきましょう。はい、でドラフト時までの不年齢となっております。私が作っておりますので、ミスがあれば、コメント欄でご報告お願いします。で、見ていくんですけれども、
はい、まず左ピッチャーからですね、見ていきましょう。足りないところが22歳以下のピッチャーっていうところですね。左は玉村選手のみということでございますので、支配下ではなので、ここはね広く取っていっていいのかなというふうにも思いますし、まあ、23、24にね固まってるっていうのはあるんですけど、まあまあそれでも全然ね取っていっていいのかなというふうに思います。はい。で、右ピッチャーは比較的、まあ、いいバランスなのかな、というふうに思いますし、まあ、ピッチャーもですね、18歳は小林選手いますので、特に、まあ、急務っていうことではないのかもしれません。はい。で、キャッチャーですね。キャッチャーなんですけど、そこで言うと、21歳から下の支配下の捕手っていうのが現状いないと。まあ、石原、坂倉、中村、翔成と、いいキャッチャーはいるんですけど、そのですね、まあ、特に高卒かな、そこら辺のキャッチャーっていうのは、まあ、一人ね、取っておきたいなっていうところかなというふうに思います。特に中村翔成選手なんかですね、キャッチャーっていうよりも、もう外野手にね、コンバートしそうな感じはあるので、まあ、彼抜きに考えると、やっぱりですね、この二人のキャッチャーの、まあ、下の世代っていうのを取っていきたいなと。で、続いて内野手、まあ、問題ここですよ。まあ、見ても分かる通りですね、ここががっつり空いてます。27歳以下の右の、内野手っていうのは1人しかいないんですよね。これは結構やっぱね異常かなというふうには思いますので、しっかりと埋めていきたい。で、外野もそうですね、まあ、ここは右左問わずなんですけど、22歳以下の外野手っていうのは現状ですね、支配下では永井選手のみと、まあ、木下選手がね育成で優秀な選手がいるんですけれども、それでも結構スカスカ、特にまあ右で言うとですね、25歳かなからはもう永井選手一人なので、ここもやっぱり補強していきたいところかなというふうに思います。はい。で、まとめるとですね、22歳以下の左腕、21歳以下の捕手、27歳以下の右の内野手、23歳以下の外野手で、外野手は右であれば25歳、からね取っていっていいのかなというふうには思いますので、この4つがですね主な補強ポイントでございました。はい。というわけで以上ね、見ていただきましたので、最後どこを取るべきなのかまとめに入りましょう。はい。では今回の結果ですね、見ていきましょう。はい。先ほど見た年齢分布だとこんな感じですね。ピッチャーでは左ピッチャーが欲しいと。で、内野手、外野手ともにですね、やっぱ右のね、まあ、バッターが欲しいという結果になりました。で、そこに成績を重ねると、で、成績はね、もうピッチャーは全部取っちゃっていいかなっていう風に感じましたし、内野で言うと1、3塁ですね、そこが穴になっています。で、外野手もですね、鈴木誠也選手のことを考えると、まあ、取りたいところだと。はい。で、そこに1位候補ですね、まあ、どれだけ豊富かというところも並べていきました。はい。で、ファン投票の結果も、まあ、加味するとですね、今回、結構競ってまして、まあ、高卒左腕、大社卒左腕、高卒内野手というところがですね、まあ、どちらも20丸2つと、丸1つで、まあ、並んだということでございます。で、それでですね、ファン投票の結果で今回は、まあ、優劣を決めさせていただきました。広島が今年ドラ1で行くべきポジションはというところで、はい、結論は即戦力左腕ということにね、まあ、今回はなりました。はい、具体的には隅田、佐藤、山下、山田あたりになってくるのかなっていうふうには思いますので、まあ、この中からいけそうな選手をというところではないでしょうか。で、まあ、そこを補強した後ですね、まあ、右の大砲であったり、高卒左腕っていうところをね、まあ、外れ1位、2位以降で取っていくのが一番なのかなっていうふうに思います。広島的にはですね、ファン投票で即戦力外野手が、まあ、1位になりました。やはり正木選手のことかなっていうふうに思うんですけど、やはり鈴木誠也ですね、ポスト鈴木誠也というところで言うと、まあ、正木選手はそんな感じはないですよね。レフト戦みたいなねところもあるので、パワーはあるんですが、どちらかといえば高校生の有園吉のあたりを広島はねより狙っていきたいのかなっていう風には感じましたので、その場合はですね、おそらく広島の、まあ、順位で言うとですね2位はかなり早いので、
なので吉野かアリゾのどちらかは2位で取れるんじゃないかなというふうにね、個人的には思いますので、そういうところも込めて即戦力左腕で、しっかりといいピッチャーをね、取っていってで、そこで、吉野アリゾノを2位以降で、おそらくね、吉野選手にはなるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それプラス、中村翔成選手ですよね。彼が、まあ、外野に行けばですね、やっぱ右のね、強打者っていうところで、鈴木誠也選手に代わってっていうところにもね、なってきますので、そういうところも考えて、まあ、今は高校生を取った方がいいんじゃないかなっていうふうには思いましたので、2位以降で取れるということで、即戦力左腕と。で、高卒左腕もしっかりね、補強したいところではありますので、まあ、3位以降でしっかりと埋めていきたいんではないでしょうか。はい、というわけで以上でございます。はい、というわけでございまして、まあ、終わりにということで、まあ、いつも通りですね、今回のものは現時点でのデータを見た野球人としての結論でございますので、共感できた部分やできなかった部分、ドラフト関連で取り上げてほしいトピックなどありましたら、コメント欄の方にお願いします。では今日は以上でございます。チャンネル登録、高評価などもいただければ嬉しいです。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。